ドンチャリウスということで今回なんですけど、ブランド立ち上げ日記第8話ということでね、タイトルにもある通りようやく、作ってた T シャツがね、完成したということで、さっきね、自分の動画遡って最初にブランド立ち上げますっていうね動画をいつ投稿したかね見たら6月7日だったんで、約ね2ヶ月ぐらいね、いろいろやってね、ようやくできたということでね、今回はできたものをねお披露目したいと思うんですけど、まあ今までの動画をね見てる方だったらどういうフローで流れで、今回の T シャツを作ってきたか分かってる方も多いかもしれないんですけど、一応ねもう一回なんかなんとなく今回の制作にあたってのテーマというかをね、話すと、まあアイテムでね、見せるとここにも書いてある通り The purpose of life is to experience ってことで、まあこの文言というかワードはね全ての T シャツにどこかに、入ってるんですけど、まあ直訳するとね人生の目的は経験することだっていう意味になるんですけど、まあ、これは、僕の中でね、最近出た答えというか、なんか、なんで生きてるんだろうとか、たまにね、考えることもあったりして、ま、いろいろね、例えばお金持ちになりたいとか、旅行にいっぱい行きたいとか、美味しいもの食べたいとか、幸せになりたいとか、いろいろあると思うんですけど、それを、ま、抽象化したというか、まとめて一般化して言うと、まあ、経験することかな、みたいな、ふうにね、僕は最近思いまして、それをなんかこう、メッセージ性のあるアイテムをもともと作りたいと思ってたんで、今回の、プロダクトに落とし込んで、制作しようと思って作ったのが今回のアイテムになります。ということで、早速ね紹介していこうかなと思うんですけど、まず一型目が、はい、じゃーんってことでね、ついさっきも見せたんですけど、こんなような、T シャツになってます。はい、どうですか。もう物としてもねかっこよくない。なんかテーマ、ゴリゴリテーマのものを作るっていうよりか、大前提物としてね、そんなテーマとかなんか意味合いとか関係なく物として見た時にかっこいいっていうのもね、もちろん大事かなと思ったんで、そこもね意識して今回作ったんですけど、はい、こんな感じになってます。まあボディは黒のボディでして、このボディからね説明すると、まあ3年前かな、僕が初めて服を作った時にこういうねコントロール T シャツというね、僕の名作があるんですけど、これ300枚ぐらい作ってね、全部ありがたいことに売り切れたんですけど、まあその時のねボディと同じものを使ってるんですけど、このボディもねかなりサイズとか生地感とかこだわって、作ったんで結構好評いただいててね、サイジングとかめちゃいいっていう、ね、声をよく聞くボディを今回も使用しました。ということで、まあそのボディに今回プリントがね、まずバックに一型目は赤でね、こういうサークル状のデザインが、まあさっきの文言とコピーライトがね、こうギアっぽいね感じで、機械っぽい感じでね、入ってるような感じで、下にはねこういうマインドコンパスっていう、まあこれ造語にはなっちゃうんですけど、なんかこの The purpose of life is to experience っていう、人生の目的は経験することだっていうのが、まあこれをね手に取った人とか、まあ後世でね誰か手に取った人とか、まあ見た人とかが、あ、なんかこう自分の中の心のなんかこう指針というか言葉になればいいなみたいな意味合いで、まあここにねマインドコンパスと入れました。で、フロントに関しては、まあ、ワンポイントのね、シンプルな、ロゴを、これね、刺繍で入れました。で、前回ぐらいかな、の時にサンプルが届いたんだけど、ちょっといろいろ問題ありみたいな感じでね、まあ、問題の一つとして、このね、これサンプルの時のものなんですけど、この赤のインクの色合いが、ちょっと思ってるより発色が悪いというか、ちょっとあんま見比べて分かりづらいかもしれないですけど、ちょっとピンクっぽいみたいなっていうのが一つあったのと、あとはフロントの刺繍ですね。刺繍もこれ一番最初のやつなんですけど、結構ね細くってガタついちゃってるというか、これ分かるかな、これ分かりづらいかもしれないんですけど、この一番上のやつ、まあそこら辺をね結構時間かけて、こんな感じでね、いろいろなパターン、太さとかのいっぱいね打ってみて、どれがいいかなみたいな感じで今のやつにたどり着きました。でインクの色合いに関してもこんな感じでね、プリント業者とね相談して、赤がなんかね難しいみたいで、いろんなところにこうやって打ってみて、なんかいろいろ試行錯誤した上で、今回のねこの結構発色いいね赤にたどり着きました。これはねもうベストです、僕の中でベストな色合いに、できましたし、刺繍のクオリティも申し分ないみたいな感じで、できたのが今回の T シャツです。でまあさっきのね意味合い的な話で言うと、まあこうやってね、ちっちゃいところからどんどん大きくなっていくみたいな感じもあるし、見ようによっちゃねこう奥行きがあるようなデザインにも見えるかなと思うんですけど、まあそのテーマに沿って言うと、なんかねちっちゃい経験からだんだん大きな経験になっていくみたいな、まあ大人になるにつれてみたいな、なんかそんな感じとか、あとは経験することによって奥行き出てるかなみたいな、なんかね解釈は人それぞれでいいと思うんですけど、一応そんな感じの意味合いで、今回作りました。
で、あとね、今回タグもね、オリジナルで作りました。はい、こんな感じで。ファイナルコール。で、この下にはね、このマックスっていうね、タグがあるんですけど、なんか、このマックスっていうのは僕がね、前回コントロール T シャツの時に、まあ、架空のボディメーカーモチーフで作ったね、ボディメーカーのタグ、になるんですけど、なんかたまにそのフルーツオブザールームとかギルダンとか、のボディを使って、そのところに、まあ、ブランドがデザインして、で、こういう感じでね、ブランドのタグをその上からこうやって貼っつけて、ね、二重になって、自社のブランドのものとして販売してるところとか、たまにあると思うんですけど、なんかそのモチーフ、その感じをね、ちょっと再現したくて、まあ、さっきも言った通りね、架空のボディメーカーなんで、こんなね、メーカーないんですけど、なんか一つね、面白いかなと思って、そういうような雰囲気感に、今回しました。はい、こんな感じ。っていうのが、一方目。で、ボディとかね、タグとかの仕様に関しては全部ね、同じになるんですけど、まあ、デザイン的な部分で言うと、はい、じゃーんってことで、二方目がフロントのね、ロゴの T シャツになるんですけど、こっちはなんかさっきみたいなね、デザインになんかメッセージ性があるとかっていうよりかは、割とシンプルにね、フロントロゴで、まあ、サブタイトル的な感じで、この2行目に、The Purpose of Life is to Experience っていう感じで、もうダイレクトにね、入ってる感じで、これはどっちかというとね、こう、センス寄りというか、デザイン寄りというか、なんかね、こう、色合いとなんかかっこいい感じ、というか、なんかそっちベースで、なんか特にデザインに何か意味を込めたっていうか、なんか感覚的にいいなと思うものを作った感じです。で、一応ね、このコピーライト2023っていうのは、これね、刺繍で入ってます。ここも一応ね、最初に作ったサンプルでは、結構ね、刺繍の質、クオリティがね、だいぶ低くて、これサンプルで作ったやつなんですけど、この感じわかるかな、これ。結構細くてガタついちゃってるのを、まあ、これもね、情報修正して、で、いい感じのクオリティに、仕上げたっていうのが、一着です。まあ、これはね、前まではここにね、刺繍とかも入ってたんですけど、それもね、もうちょっといらないかなと思って、やめて、まあ、シンプルにね、このフロントロゴの、デザインにしました。これはね、色合いがめちゃくちゃ気に入ってます。ちょっとエヴァっぽいんですけど、うん。まあ、そんな感じです。で、今度3型目が、はい、じゃーんってことで、今度ね、緑ベースのデザインにはなるんですけど、まあ、一型目と同様ね、結構バックプリントが目を引くんですけど、これはね、逆にフロントも結構ね、デザイン性あって、まあ、左胸にはファイナルコールエクスプローラーっていうのが、これプリントですね。プリントで入ってて、逆側はこっちね、刺繍ですね。さっきの紫のと同じくコピーライトが刺繍で入ってるって感じで、ちょっとゲームシャツっぽいような配置かなと思うんですけど、このね、左胸のファイナルコールとこのサブタイトルのエクスプローラーっていうね、ここもサンプル作った段階で刺繍で入ってたんですけど、結構細くてあんまり綺麗に出なかったんで、プリントにねしてしっかりね発色よく入るように、修正しました。で、後ろのデザインに関してなんですけど、まあこんな感じでね、下から上に行くにつれて、この緑のボックスが徐々にね、右往左往しながらでかくなってって、最後エクスペリエンスっていう言葉をね、こう囲うように、なってるようなデザインになってるんですけど、これはまあなんかね、ちっちゃい経験からこうどんどんね、右往左往しながらどんどん大きな経験になってって、最後たどり着いたのはこの一般論的な答えの、まあ人生の目的ってまあ経験することなんかなみたいな、そういう感じのね、のをデザインとして落とし込みました。なんでこうちょっと螺旋状にというか、直線じゃなくて螺旋状にいろいろ経験しながら徐々にでかくなってって、最後ここに行き着いたみたいな、いうようなデザインを落とし込みました。で、こっちは赤の方と違ってね、シンプルにコンパスだけと、あと下にもね、さっきの赤の方入ってたんですけど、まあコピーライトが入ってるんですけど、こっちがなんでコンパスだけかっていうと、まあフロントのね、このエクスプローラーっていうところに、繋がってくるんですけど、なんかこう人生をジャングルに例えてというか、なんかエクスプローラーってね、探検家とか冒険家とかって意味なんですけど、なんかね、ジャングル行くんじゃなくて、まあ人生っていうのをジャングルに例えて、まあその中で、まあいろいろな経験をすることを探検家みたいな風に言うってことで、まあここのワードの整合性で、こっちはね、コンパスに、あえてしたっていうような、感じのデザインです。どうですかね。まあなんか、そういう、なんかいろいろな意味合いとか、そういうのは抜きにして、ものとしてね、シンプルにパッと見で、かっこよければいいかなっていうのもね、大前提あったんで、どうですか。僕はね、めちゃくちゃ、まあ作った本人っていうのもあるんですけど、いい納得のいくものがね、参加だともできて、めちゃくちゃ満足してます。ということでね、
実際着て、紹介したいと思います。はい、ということでまず赤のサークルの T シャツ着てみたんですけど、こんな感じです。ちなみにね、サイズは全部ね、一応表記は XL なんですけど、ワンサイズしかないんで、まあフリーサイズとね思っていただければなと思うんですけど、はい、こんな感じどうでしょうか。はい、このバッグもね結構インパクトあって良くないですか。この黒白赤の感じがねめちゃくちゃいい感じかなと思いますし、まあこのフロントでねワンポイントのロゴもちょっとさりげなさはあるんですけど、まあこれもね位置結構ねミリ単位でこだわっていい感じの位置にしつつ、まあなんといってもねコントロール T シャツ手に取っていただいた方なら結構ねご好評いただいてるんですけど、サイズ感ですね、この T シャツのサイズ感がね完璧というね声をよくいただくんですけど、どうでしょうかこの感じ。まあ丈は長すぎず短すぎずちょいねオーバーめなんですけど、袖とかね結構がっつり、デカめで、身幅もまあ超デカいってわけではないんですけど、ある程度ねスッキリさも若干ありつつみたいな、ね、全体のねバランスめちゃくちゃいい感じのボディサイズに仕上がってますし、まあ、なおかつねそこにしっかりデザイン性も入ってていい感じなんじゃないかなと思います。なおかつ生地もねコットンでワンウォッシュ入れてるんで、最初で洗った時にね縮みも少ないし、まあ、サイズ感もねこのまま維持しつつ着ていただけるかなと思いますし、まああとはねこう着ていくうちの色落ちとかも楽しんでいただければなと思います。やっぱねこのボディねいつ着ても優秀ですね。はい、こういう感じどうですか。めちゃくちゃ良くないということで、次ね紫の方着たいと思います。はい、ということで続いて紫の方着てみたんですけど、こんな感じです。まあボディは同じなんでね、サイズ感は同じなんですけど、どうでしょうかこの感じ。めちゃくちゃこれも良くない。なんかねフロントロゴの T シャツにしては結構ねロゴ自体は割とこの身幅に対してちょっとコンパクトめではあるんですけど、まあ着た時にねこの辺の生地はちょっとねこう落ち感が出るんで、割と着た時にちょうど良くなるようなサイズ感になってるかなと思います。てかそういうようにしました。しなんかこのちょっとこじんまりした感じがなんか昔のねこうゲーム機とかなんか映画とかのねなんかアドバザイジング T シャツみたいな、ね、雰囲気ないですか。特にプレイステーション2とかなんかそのあたりの感じ。なおかつ色合いもねちょっとこのケミカル寄りな紫とこのグリーンのねこの配色と、あとはね白がちょっとまとめてる感じもありつつ、これもこれでいい感じかなと思います。本当なんかね、うん、なんかゲームとか映画とかの T シャツっぽいような雰囲気で、これもこれでめっちゃ気に入ってます。はい、こういう感じです。ということでね、次緑の方着たいと思います。はい、ということで最後緑の T シャツ着てみたんですけど、こんな感じです。なんかね、三者三様でね、どれも良くないですかね。こんな感じで。なんか緑は割とね、この後ろの線がね、結構細めなんですけど、配色いいんでね、割と意外とパキッと映えるし、デザイン的にもなんかね配色的にも結構アウトドア寄りなというかギアっぽいねなんか雰囲気もあるんですけど、フロントのデザインはねどっちかというとゲームシャツっぽいような配置にもなってるし、なんかこれ着た方がねいいな、この辺とかねいい感じじゃないですか。はい、プリントでねはっきりこの辺も入ってるし、逆側刺繍でちょっとこっちとメリハリつけつつコピーライトが入ってるって感じなんですけど、一応ねこの T シャツというかこのボディのねおすすめの着方として、まあこんな感じでね3年前ぐらいも行ったんですけど、袖ねちょっとロールアップして若干なんか着崩すじゃないですけど、こういう着方するしてもねバランスよく着れるようなサイズ感でね、めちゃくちゃいい感じかなと思います。ということでね最後に、お値段なんですけど、6900円ということでね、まあこの価格設定を高いと感じるか安いと感じるかは人それぞれなんですけど、僕はなんかね来た時にこれはまあ7000円はいかないかなみたいな、6900円くらいかなみたいなね、なんとなく感覚で決めてしまったんですけど、おそらくねなんかいい線いってる気が個人的にはします。うん、まあたださっきも言った通りね、これを高いと感じるのも人それぞれだし、安いと感じるのも人それぞれなんで、まあもしね高いと感じてまあ売れなければ、まあそれはね僕の実力不足だったり、まあ熱量が足りないのか何かがね不足している証拠なんで、まあそれは僕が反省しなきゃいけないことだと思いますし、これでね売り切れみたいになったら、まあしっかりいいものが作れたんだなっていう証拠にもなるんで、まあ本当にね欲しいと思った方は手に取っていただければなと思います。ということでね、概要欄にアイテムページというかオンラインストアに飛べる URL とこのブランドのね、インスタグラムの URL 貼っておきますので、気になった方はチェックしていただければなと思いますし、良ければねフォローとかもしていただければなと思います。はい、そんな感じでした。また